モンマテリアル。マテリアルの坂上です。マテリアルのあゆみです。カムニフラです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。あげましておめでとうございます。はい、本年もどうぞよろしくお願いします。はい、もうね、年が明けましたね。2024年。そうですよ、2024年ですよ。はい、あと1年で関西万博です。はい、もうどうなるのか全く分かりませんけれども、ね、はい、そんなことは言うてでもですね、そんなことよりもですね、大事なことは、マテリアルがこれからどれだけ続けられるかと思いますそんなもう人のこと気にしてる場合ちゃうんですよ。はい、頑張ってやっていくでっていう感じで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それじゃあ新年一発目、はい、1月6日はどんな日なんでしょうか。はい、あゆみの初日なんです。今日は東京消防出初め式です。はいはいはい、東京、消防庁による、出初め式は年の初めに、道庁の消防署ラインが、消防動作の形などを、演習披露する行事であります。はい、で、まあね、東京以外でもね、消防関係者によりこの日を中心として仕事始めの行事である出初め式が行われ、新春恒例の行事の一つであり、はい、出初め式は新年の季語となっています。まあ、まあそうですよね。大阪でもそうですよ。大阪でも出初め式ってあるし、大阪の場合は大阪の師匠ね、身をつく式、こういう形をしたんですね。あれを放水、ホースで放水して作る。水で、ね、すごい。だから水平の横からのやつと、斜め下からこうやるやつと、まっすぐ下から上にやるやつ。でこれの水圧でこの形作る。すごい、すごい、すごいですか。それ何個かわかるやつかな。はい、はい、やってますね。まあ、そういうのもありますんで、ぜひまた見に行っていただきたいんじゃないでしょうか。はい、はい、そしてもう一つ、はい、枕の日です。うん、はい、日付は枕を英語で、ピローと呼ぶことから、一をピンのピと読み、6をローと呼んで、ピロー。となる10月6日に枕の日がなっております。いや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 、まあそうやけど、枕って毎日使うものですね。使いますね。毎日使う生活の中でも身近な枕に日頃の感謝を込めてその大切さを見直すことが目的で作られております。なるほど。毎日使うもんやから、いつ記念日にしようと思った時に、なるほどな、確かに、ヒーローにした。なるほど、なるほど。枕って寝る時ね、仰向きね、横ね、それともうつ伏せね、どれ？仰向け、うん、あ、日によって違う。あ、仰向けで寝てて寝苦しいな思ったら横向く。あ、なるほど、うん、あ、まあそれはあるかもしれない、うんうん、基本仰向け。なんかさ、いや俺はね、横向きなんですよ。っていうのが、仰向けでずっと寝ててんけど、睡眠時無呼吸症候群じゃないけど、いびきとあれで、そう、軌道が確保できてないんちゃうかいうのがあって、うんうん、横向き寝がええって聞いて、うん、ね、こうやったらこう軌道が塞がるから、うん、横になったら軌道が塞がらないっていう話で、うん、横向き寝にすると今度ね、なんか起きた時になんかこっちが片方だけなんかしんどいみたいな感じで、うん、で反対側向くとかさ、うん、結局途中で起きたりとかするそれはもういい枕を使ったらまた違うこと。いや、そうなのよ。だからいい枕探してるんですけどね、ほんとね。ぜひ皆さん、いい枕の情報あったら教えてください。はい、はい、はい、ですね、っていう日となっております。はい、はい、以上です。はい、はい、ということで、今日のですね、このプレゼンありかなしかはですね、また一発目からですね、映画監督にインタビューをさせていただきました。はい、今日はですね、映画二人静かという、作品のですね、監督であります坂本玲監督に、インタビューをさせていただきました。で、この、ね、坂本監督って、ね、また最近なんか、松村さんがそうなんかよくわかんないんですけど、こちらも実はピンク界の巨匠です巨匠というか、ピンク界の、年齢はほとんど変わんないよ、僕とほとんど変わんない、2つ下ぐらいかな、なのでだから同世代なんですけど、フィルムの撮影をやってた最後の世代っていうことになるん
ですね。はい、でその坂本龍一監督が作った二人静かと、まあ一応最後にセックスシーンは出てきます。セックスシーンは出てきます。でもそんないやらしいものでもなく、あのどっちかというと本人も言ってありますけど、別にあの、そのセックスを描きたくて描いたものでもなく、最初はあのそれ前提であの脚本家と話をしてたけど、まあ、結果的には内面、その2人の内面っていう、そのある夫婦の内面っていうのを描いていくっていうことになったから、別にそこがメインではないということで、ただその営みにも実はすごく意味があるというあの作品になってまして、まあ、それがどういうことなのかは、予告編と、インタビューをご覧いただきたいと思います。はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。お願いします。あの時私が一緒にいてればね。手伝ってもいいですか？誘拐した男から連絡はないんですか？先月と同じだ。ったく、しょうもない。あまりあの人と関わらない方がいいんじゃないかな。彼女の方がアキナのこと考えてる。元気？もういい、いいって。もっと外に出たい。でも怖くて出られなかった。奥さんとはしてるんですか？娘さんがいなくなってから。もう昔のことを思い出してほしくないんです。明菜ちゃんは生きてます。はい、それでは、今日はですね、映画二人静かの監督でいらっしゃいます、坂本龍一監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、二人静かという作品がどういう作品なのか、まず簡単に監督から説明いただきますでしょうか。はい、僕7、8年ぶりぐらいに、映画監督することになったんですけれども、脚本の中野さんとですね、中野俊さんと、次何やるかっていう時に、夫婦の話がやりたいとっていうことで、どういう形のものをやろうかって言ってる中で、僕がそうですね、その当時7、8年前にですね、不妊のですね、ご夫婦の、ブログだったか、それをブログを記事にした、何かこうやあのネットのですね、ものを読みまして、子供ができない夫婦で、自分たちはこの先どうしていくかっていうことをこうすごく悩まれてて、それをこう、ブログで書いていると。で結果的にこう、自分たちは子供を作らないってい こう選択をしたっていうふうな、その読んで、これはちょっとモヤモヤするなみたいな感じがあって、実際その記事のご夫婦はですね、その後子供を授かるんですけども、読んでたらなんですけど、やっぱりこう、自分たちがこの現代のこう恋愛で結婚する時代に子供ができないということで、何かこう自分たちの関係がこう、崩れるというか、ぎくしゃくするみたいな、そんなことがなんで起きるのかなみたいなことはなんかこうすごく思って、そういうことを形にちょっとできないかなと思ったのが、この映画のスタートかなと思います。なるほど。でそこに、ちょっとスパイスとしてのその、失踪事件というか、そういうものがちょっと入ってくるという感じですよね。そうなんですよ。事前情報でいうと、子供が5年前に連れ去りというか、その失踪してしまって、その後の夫婦の関係っていう、描き方なんだというふうに事前情報では読んでいたんですけど、よくよく見ていくと、確かにそれはきっかけとしてはあるんだけれども、どっちかっていうとその夫婦っていう関係性がどうなっていくか、要はレスになった人たちっていう、ものがどういう状況で、どういうその生活しててみたいなところが
なんかすごく濃く描かれてるなっていうふうに思ったんですけど、うん、やっぱその辺はその監督としても狙い的に何かあったんですかね。そう、まあまあ、僕と中野さん、まあ、今までこう、まあ、ピンク映画っていう、 こう、まあ、僕ら国営ってところで、うん、まあ、やってたんで、やっぱりこう、はい、そうですね、その一環の流れでこの脚本もあったんで、うん、まあ、ある種性描写のある映画みたいな形のこうスタートは、まあ、僕お互いに認識としてあったと思うんですけど、うん、結果別にそういうものが必要な映画の作りにはならなかったんですけど、今回は、うん、だけどそういうのがあったんで、まあ、いわゆるこう、まあ、セックスのシーン、まあ、ラブシーンがあるような映画っていう風な、まあ、女性の裸の露出があるような映画っていうのがまあスタートで、まあ、そういう中で、まあ、その夫婦のこうセックスどういうふうに扱うかみたいなのがあって、まあ、今回の形態になって、まあ、僕としては中野さんはねちょっとまた違う形をこうそこにモチーフとして持ってたと思うんですけど、うんうんうん、あのどっちかというとこう男性の暴力性みたいな、そのセックスにおけるみたいな、うんうんうん、そういう感じになってたんですけど本の部分は。だけどちょっと僕はあまりそういうところをこう気持ち的にこう薄いんで、うん、まあ、僕はどっちかというとこの、まあ、夫婦の中で、まあ、子供が失踪しててセックスはまあ生殖なんで子供ができる可能性があるんで、うん、そうすると前の子供のことを自分たちは忘れなきゃいけないのかみたいな、うん、なんかこう刷新されるとか上書きされるみたいな、うん、そういうことが、まあ、できるのかできないのかみたいなことが、うん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 、まあ、この二人にはあるかなみたいな感じのことで、まあ、最後の二人のこうセックスのシーンをこう、まあ、置いてるみたいな感じは、まあ、僕の中ではそうですね、作っていく中ではありましたけど、なるほど、それ痛々しいほど分かるんですよね。だからこの奥さんがいなくなってしまった、うん、その明菜ちゃんっていうね、うん、あの女の子のことをずっと思い続けていて、まあ、それをあの旗でずっとこう寄り添ってるこのご主人っていうのがやっぱりすごく辛いんだろうなと思うんですよね、うん、だからこそ余計触れられないというか、うん、なんか触れちゃうとなんか崩れてしまったり、なんか寄り添ってないことになりそうな気がするから触れられないけど、やっぱり処理するものは処理しなきゃいけないみたいなところもあるしっていう、なんかかなりだから僕はそのなんやろ、置かれてるところは極端なんですけど、極端な例なんだけれど、案外リアルなその男女のその今の夫婦関係みたいなのを表してるんじゃないかなってすごく思ったんですよね。まあなんかこうそうですね、見てくださった方とかやっぱりこうそうですね、なんかこれはまあそのいわゆるこう、まあ、そういう思想事件とかが、うん、まあ、ストーリーの中に入ってるんだけれど、うん、そのいわゆるこうそんなにこう僕らの日常にみんながあるような、ね、事柄じゃないものが入ってるけど、まあ、描かれてるっていうかね、行われてる映画の中で行われてることはもう本当にこうごくごく夫婦の話をこれはやってるよねみたいなことを、まあ、言ってもらったりとかもそうですね、したりもしましたかね。だからなんかこうそのまあ子供はまあ戻ってきてほしいんですけど、うん、まあ、これそのまあ旦那の方としてなんですけど、うん、まあ、まあ僕も男だからなんかだけどやっぱりこう、まあ、ちょっとこれはなんかファンタジーなのかなと思うけど、うん、子供は戻ってきてほしいんだけど、でもそれ以上にその妻の、うん、その愛情がまあ戻ってきてほしいっていうか、うん、そこを戻したいみたいな感じが、うん、そのまあ水沢くんやってくれてる、うん、まあ、旦那の方の、うん、まあそう部分かなみたいな、なんかまあそれをこうちょっと本当通じないんだけど、まあ、優しさっていう武器で挑むみたいな、なんかこうでもまあそこいうことかなみたいなのはなんかこう思って、いや、まあそうですね、作ってる部分もあったかなと思います。いやでもなんかね、あのこの水沢さんをずっと見てるとね、まあ、僕もやっぱり男だし、うん、でまあ結婚してるし、うん、奥さんいるしっていうので、その水沢さん見てるともうなんか締め付けられるというか、うん、あのなんか身につまされるというか、いやいや俺この立場だったらどうするかなってやっぱり考えちゃいますしね、うん、だからやっぱりその2人静かなんですけど、この2人の関係性っていうものからなんか自分のこともなんかすごく顧みさされたかなという気がするんですよね、うん、ただ僕はこれは多分夫婦で見に行っちゃいけない映画かなっていうところはすごく思うんですけど、まあそうですね、あの嫁に見せたくないなとかまあそうですね、まあ、まあ男性の方ですけどね、うん、割とこう、うん、そう水沢くんの子とか、うん、そうですね、俳優の後輩とか、まあ、はい、そうですね、友人とか、まあそうですね、僕ら周り、まあ僕は直接じゃないけど、まあその見に来てくれた方とね飲んだりとかしに行って、
ちょっと妻はなぁみたいな一人でよかったみたいな、なんかそういう感じをね、なんか感想でおっしゃる方いましたね。これだから多分あの奥さんと一緒に見に行った後にこの映画について語り合うことがすごく辛い気がするんでまあなんかあれですかね、やっぱ自分たちのことにの話になっちゃうからなのかな、映画の話してる途中からみたいな感じがあるんですかね、うんうんうん、多分そうじゃないかなと思いますけど、ね、まあそれは気分悪いとか感じ悪いよな帰りの電車ね、そうでしょ、すんごい無言になってそうな気がする。そうですね、そう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 、それはあるかも、まあ、なので、あの奥さんは奥さんだけ、旦那さんは旦那さんだけでこっそり見に行くのがいいんじゃないかってまあそう、まあまあ、まあ、ぜひ二人静かなんで二人で見に来てほしいんですけどでもあの割と身につまされるかもしれないけど、まあ、逆に言うとあの作品の力がそれだけあるということかなという気はせんでもないんですけども、なんかでも面白いコメントというか、東京ではね先にされてたんで、なんか面白いあるよな、まあ、そうですね、僕も劇場はまあ行ってるんで、まあでも結構前半の頃かな、4週ケーズシネマさんでかけていただいてたんですけど、はい、あのまあ、60代前半ぐらいの方で、まあ、僕ロビーね終わったといたらトコトコトコとこう来ていただいて、まあうちも子供2人で、まあ成人して自立してるんですけど嫁とやってませんわみたいなこうまあなんかこう語りかけてくださってあ、そうですかみたいな感じで、あ、そうですか、どれくらいしてないですか、いやもうわかんないなみたいな話してて、はい、今日まあ映画見たんでどうですか、きっかけになってこう今日帰ってやったらどうすかって、やらないなって言ってこうそうですね、帰ってってくださった方いましたけどね、いや、やらないでしょうね、やらないでしょうね、まあ、奥さんはね、あの別にこの映画見たわけじゃないからね、あの急にやろうよって言われたらどうしたのあんたみたいな、なんかまあまあね、なんかおかしいものでも食べたみたいななんかそんなことなりそうですよね、薬飲んだのかみたいな、まあだからなんかこうやっぱこうね、なんかね、その妻のこととかをやっぱりこう思ったりとか思うようなことに、まあこの映画見るとまあなんのかなみたいな、なんか聞いてては思いましたけどね、相手のことを思うっていう、いや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 、そうじゃないかなと思いますね、あのやっぱ僕も男でまあね、あの嫁さんいるんで、あのやっぱ見てると自然と水沢さんの方にすごいこう感情移入してるというか、あのやっぱなんか身につまされるじゃないですけど、あの水沢さんの気持ちすごくわかるみたいなところってどうしてもあったりしますからね、うん、はい、もうだから今日も奥さんの顔見るのかどういう顔で見たらいいんだろうって思ってますけど、はい、まああのでもそれぐらい逆に言うとね、あの作品に力があって、あのしっかりとそのお互いを見つめ合い直すきっかけになってくれればいいなという作品だと思うんですが、そろそろ時間が来ましたので、はい、監督から、見てらっしゃる方にメッセージをお願いいたします、はい、1月13日からですね、第7芸術劇場で、上映してたことになりました、僕もですね、あの劇場の方にあのお伺いして、見に来てくださった方々とお会いできることを楽しみにしてます、二人静か、劇場の方に、見に来てください、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、映画二人静かの、坂本玲監督にインタビューさせていただきました、ありがとうございました。はいはい、そうなんですよ、だからね、これね、もう夫婦で見てほしいって監督が言ってるんですけど、うん、あの僕は夫婦で見たくなかったいやだからね、じゃ違う、本当ね、あの、まあきっかけはね、そのお子さんが失踪してしまった、うん、でそれで、ぽっかり穴が開いた奥さんがいて、で旦那さんもまあ当然そうなんだけど、でも奥さんのことを思いやるし、で愛はあるから、あの確か目合いたいと思うんだけど、そう触れるとなんか嫌な顔されるみたいなのが、うん、あの多分あるんですよね、うん、だからこの微妙な距離感が常にあるっていう、うん、ここがね、なんかね、あのいや、あの本当一回あの結婚してる人を見てみてあのおー、これはちょっと嫁とは満たないなって多分言うと思うねんけど、うん、そういう作品なんですよね、うん、はい、まあ、だからちょっと男女別々で見ることはおすすめはするけど、見ては欲しいなって思う作品かなと思いますね。あのものすごくその夫婦のお互いのことをどう思いやるかっていうところをちゃんと描いてる作品になってるんじゃないかなと思いますね、はいはい、もう水沢さん、あの旦那さん役のね、水沢さん、もうめちゃめちゃ優しいんですよ、はい、で本当に水沢さんも優しいんやろうなと思ってしまうんですけど、はいはい、
という感じでございました。はい、はい、では、丸か×かいきたいと思います。はい、大丈夫大丈夫大丈夫、はい、いきますよ。はい、このプレゼンありかなしか判定。はいはいはい、今丸がひっくり返ってるんですね落ちてから消えやつ。はい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 、丸でございました。はい、はい、どう見たくなった、見たくなった、うん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 、まあ、複雑やね、かな、複雑やね、そういう問題ってなんかね、うん、なんかこう、まあ、デリケート、ね、デリケートデリケート、ね、めっちゃデリケート、ね、なんかそういうなんか、うん、はっきりと問題なのは分かってるけども、うん、はっきりとこう口には出せないとか、そうね、そうね、そういうようなもどかしいところが、そうそうそう、まあ、だから逆に言うと映画としてね、描いてもらって見る分にはいいんじゃないかなという、うんうん、あの気はいたしますけどもね、はい、ぜひちょうどですね、来週ですね、13日から、重曹第7芸術劇場で、大阪では公開スタートします。で、2月9日から京都の、出町座、で、あと神戸の方では神戸元町映画館で上映は決まってるんですけど、またこれは決まりましたら順次、公開の予定が出てくると思いますので、またそれはお待ちいただきたいという形になっております。はい、まあ、監督もね来られるということなんで、うん、はい、ぜひ気軽に、うん、いやー監督やってませんわーって声かけたんでください大阪でどんなコメントが出てくるのか後でまた監督に取材をしたいですね。はい、はい、という二人静香の、坂本玲監督でした。ありがとうございました。はい、はい、続きましてあゆみ。はい、情報です。はい、昨日からね、上演しております。今日も上演になります。8日まで、8日月曜日までの上演の期間になりまして、活動夜会プレゼンツ上演イベントになります。はい、川本隆弘監督のカモを筆頭に、武田和明監督の、絆を押しと無限の一歩、はい、武田智和監督のランキング引き裂かれた記憶、庄司敦監督のハブソレの魚の上演になります。はい、そして辻翔くんの立体紙切り絵師の辻翔くんのパフォーマンスもやっております。はい、はい、8日までね上演してまして、今日6日は、絆王子と無限の向こうの上演になります。はい、とあとカバーですね。はい、とあと新年会もございますので、ぜひぜひね皆様乗りに来てください。はい、7日が、カバーの上映と辻翔くんの、パフォーマンスありの新年会ございます。はい、で8日の日が片瀬の部屋は魚とか他、うん、全部の上映になります。はい、なのでぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、はい、そして1月の10日からですね、はい、10日、からやります、毎月第2水曜日のマンスリー上映ですね、ライフワークオブアキラ黒沢のドキュメンタリー映画です。はい、はい、こちらの上映になります。毎月ね1回上映させていただきます。お時間の方が、19時30分スタート、料金1500円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひぜひ皆様黒沢のはい、そうですね、はい、もうランの裏側が全部描かれてると言っても過言じゃないので、はい、ランってね、実は日仏脱作映画、そうだから現場にはフランスのプロデューサーとかもいるし、スタッフもいるんですけど、そうなんですよ。でそういうことがちゃんと描かれてる。はい、だからあんなそのストーリーになって、実はリア王が下敷きになっているんです。はい、それを戦国時代の、まあ、毛利氏にちょっとこと寄せて作ってあるという形になっているんですけどね。はい、はい、ぜひその辺ね、はい、見ていただきたいと思います。はい、6月まで上映しております。はい、そしてショートムービータイムが、11日に、はいはい、あります。はい、はい、25分から45分の、はいはい、間の作品を気軽に
ドリンクを飲みながら見てもらう企画となっております。はい、はい、ラインナップが、はい、難波望監督のお手紙、はい、大橋貴之監督のお尻女の幸福、うん、大橋貴之監督の幸せな形、はい、野本小平監督の私が彼氏のアルクナラと私が初がすれる日本同時です、はい、そしてもう一つ野本小平監督の初めての海、はい、私の字は私は海の底から日本、はいはい、そして日浦明宏監督の僕たちのフライミートゥーザムーンと大きな君の未来、そしてもう一つ日浦明宏監督のトモールと同時になります。これがまあブロックブロックがはい、ねはいはいはい、18時30分、19時30分、20時30分、うん、3つに分けて、はい、まあ、1時間おきにね、はい、ストラックを楽しんでいただけます、はいはい、料金の方が1000円プラス、うん、ワンオーダー席がありますので、うん、ぜひ気軽にね、ショートムービーを見に来てもらいたい。まあ1時間弱でね、見終われますからね。はい、はい、はい、5分までの、はい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 、そして1月の12から15日にかけまして、はい、マルキーズ・マルキトシ沖縄戦の図全14部の、はい、上映になります、はい、こちらもドキュメンタリー映画になっております。はい、はい、戦争のね、絵を、大きい絵をね、描いてる、うん、大きい、めちゃめちゃ大きい、めちゃめちゃ大きい、8メーターとかですか、ね、もう絵をどういう風に描かれているのかとか、うん、どういう風な思いで描かれているかっていうのが、鮮明に描かれているドキュメンタリー映画になっておりますので、ぜひぜひ皆様ね、沖縄でね、うん、沖縄戦と言われるの、うん、その終戦間際にあった戦闘があるわけなんですけど、その時にどんな風に、何が起こったのかっていうのを15箇所で描いているというね、うん、そんな感じで。はい、そして13、14が月1土日ランチとなっております。はい、土曜日、日曜日にね、うん、お昼間に、コースランチを召し上がっていただけるようになっておりますので、うん、ぜひぜひ皆さんもご予約お待ちしております。はい、もう14日の日がね、ちょっともう満席となっております。すごい、うん、はい、13日のみ、はい、まだまだ予約受け付けておりますので、はい、よろしくお願いいたします。うん、はい、そして、20日がラクダのコスプレライブですが、こちらもソールドアウトしております。人気やな、はい、人気やな、もう、はい、音楽イベントとかもこういうね、なんか新しい企画のイベントってやっぱり、うん、たくさんね、興味持ってきてくれてる方がいらっしゃるので、はい、ありがたいですが、うん、またね、はい、ソールドアウトしておりますので、はい、ぜひぜひ、早めにご予約をね、たくさんいかけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、そして1月の24日、25日がマテリアル演劇シアターです。はい、今回は劇団バブレブリブルの劇団さんの上映、よく言えました、はい、になりますので、はい、ぜひぜひ皆様、お越しください。詳細の方はサイトの方に、出次第載せていきますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はいはい、そして最後、河本隆弘監督のカバーの上映、ですね、毎月第4金曜日に、はい、上映させていただきます。19時30分スタートで、料金1500円プラスワンオーダー制となっております。こちらね、1年間、の、期間で上映させていただきます。毎月第4金曜日です。はい、ぜひぜひ皆さんもお越しくださいませ、お願いいたします。はい、以上でございます。はい。はい。どうでした。はい。はい。はい。じゃあ、行きますよ。はい。今日の、ピッチャーイ。今日の撮影は、サマル。お、来た。来ましたね。はい、そうなんですよ。20日にありますからね、20日に。はい。はい、八尾のね、プリズムホールで、1月20日に上映させていただく映画、トモルなんですが、はい、まあ、これね、うん、まあ、物語としては、まあ、山際ルナっていう主人公、17歳の、女子高生が主人公なんですけども、まあ、彼女のお父さんが、お父さんですよ、お父さんが1年前に、遺書も残さず、自殺をしてしまいまして、そうなんですよ、自殺しちゃいましてね、ひどい話ですよ、本当に娘、一人娘を残してね、死んじゃうわけですよね。で、まあ、娘としてはどう捉えていいかわからないままこの1年を過ごしてたわけですよ。そして、まあ、
おばさんですね、お父さんの、その死んだお父さんの妹なんですけど、まあ、おばさんに引き取られてというか、おばさんが家に来てくれて一緒に住んでくれてはいるんですけども、まあ、ずっとこうやり場がないというか、そのね、行き場のない思いみたいのを抱えてずっと生活してた女の子が、まあ、あの友達に、まあ、じゃあパパ活でもやってみないって言ってこう誘われてやってみたりとか、いろんなことしながら自分の気持ちに気づいていく、うん、でも自分の気持ちに気づいたんだけど周りの気持ちに気づいてなかったんですよ、うん、でその子で周りの気持ちに気づいた時に何かが灯るというお話なんですけど、うん、まあ、舞台は一応東京というか、あの関東のどっかの町というのが、うん、あの一応設定なんですよね、うん、設定なんですけど、撮ったのは八尾です、うん、バリバリ大阪、はい、バリバリ大阪です。で僕が生まれ育った、町なんですけど、うん、まあ、正直言ってね、僕もう30年ぐらい住んでたから、うんうん、もう結婚してからは大阪市に住んだんですけど、うん、もう30年ぐらいずっと住んでたんで、うん、もう何八尾でって言われて、いやいやいや、八尾に東京に見える場所なんかないで僕は思わず言いました、言いました、うん、言ったけど、まあまあでも撮れるとこあるかもしれへんから、うん、ちょっと探してもらおうかと。で、あの八尾フィルムコミッションというのが、うん、八尾市に立ち上がってたのは僕も知ってたし、ちょっと立ち上げに、ね、関わらせていただいた部分もあったんで、声をかけさせていただいて、でプロデューサーの川本くんが、もう八尾でも全部撮ってまおうやって言い出したわけですよ。で、いや八尾で撮れるかと東京に見えへんってもうずっと言うてた、僕は確かに言ってたんですけど、行ってみて実際にそのこう画角切ってみたら、あ、ここだけ撮るんやったらいけるか、こうパンしたらもう山入ってきたりとかして田舎町って分かっちゃうんだけど、パンせんとここだけ切り取るんやったらいけるんちゃうって、だんだん見てまーって分かっていって、で最終的に全部のロケ地を八尾市で決めさせていただいて、全シーン八尾で撮らせていただいたっていう形になってるんですよね。だから、まあ、もちろんその東京と見えるように撮らせてもらってるから、まあ、八尾って分からんように撮ろうと思っても、商店街にファミリーロードとか向け入ってるしさ、出てくるお店も八尾のお店やし、誰がどう見ても八尾なんですよ、八尾の人にとってはね。でも他の地域の人が見たら、まあまあまあ、なんか、あるんじゃない、下町っぽいよねぐらいの、八王子ぐらいみたいななんかそれぐらいには見えるかなっていうふうには一応撮ってあるんですよ、はい、という作品なんですよね。なので、まあ今回八尾で上映をさせていただいてるのも、もう八尾の人にそのこういう切り取り方をしたら八尾ってこんなふうに見えるんだよっていう、映画の中の八尾っていう街を見てほしいなと思って、今回企画をさせていただいているので、まあ20日に関しては八尾に、ね、来ていただきたいと思うんですが、八尾以外の方でもですね、見ていただけるように、この20日以降は、このマテリアルでもね、はい、はい、上映していただくことになりましたので、うん、結構ね、いつ見れるんですかって聞かれんねんけど、あ、ごめんなさい、上映会しかやってないんですいませんみたいな感じだったんですけど、本当に今回マテリアルさんでやっていただくということになりましたので、ぜひどんどんマテリアル、このショートムービータイムを使って見に来てくださいっていう話でございました。はい、はい、ということでございます。ということで、今日のグッドボーイでした。はい、ということで、エンディングでございます。もう駆け抜けてまいりました。はい、今日から新年始まってますから、はい、はい、また新しい1年を頑張っていきたいと思うんですが、まあ、この番組自体はね、3月末で、終わりですんで、あともう何回っていう感じにはなってるんですけれども、その間にもいろんな企画をぶち込もうと思って今一生懸命企画してますんで、またそれ楽しみにしといていただければなと思ってます。まあ数は、残りの数はね、そんなにたくさんないんですけど、その分濃い内容にしていきたいなと思ってますんで、ぜひ期待してまた来週もご覧いただきたいと思います。はい、ということで今日はこれで終わります。ありがとうございました。さよなら。